僕は引きこもりをやめる日に自分の部屋の写真を撮ったんですよね。まあ部屋から1日1回深夜未明に、部屋から出てくるものの自分の部屋の中に閉じこもるような、引きこもりの方々の部屋の写真を今回こうやって募集をしてみて、そこに向ける眼差しはある意味では優しさ、逆には眼差しというのはそこに暴力性や搾取性、どんなその汚いやつらなんだとか、当事者性ではなくこちら都合でどこか見てしまっているって暴力性があると思っていて、この問題にはそういう問題がはらんでいるんだというのを表したかったところもあります。引きこもりの部屋の写真を自ら撮ることで何か気づきが得たり、自分の存在を社会に知らしめることができるとか、引きこもりをやめてしまった僕にこう言わせてもらえるとすると、引きこもった時間があったから何かこう気づけたこともあって、そういう何か考え方の提供を今引きこもっている方々に、まあ偉そうだけどちょっと、考え方の一つとしてご提案したかったところもあるんですよ。